よろしくお願いします。もう選手紹介同様たくさんの声がやはり飛んでますね。ありがとうございます。いよいよトライアルが始まりますが、改めてファンの皆さんを前にどんな思いですか？寒い中たくさんご来場いただきありがとうございます。もうね、選手紹介でもしっかりモリモリモリアと自らこうファンの皆さんを引っ張るような発言もありました。はい、あの触れない方が良かったですね。はい、皆さん声を出していただいてありがとうございます。はい、さあ手にしたモーターなんですけども、雰囲気の方はいかがでしょうか？そうですね、足合わせの感じは全体的に分が悪かったです。はい、何かまだ前傾日で言えることっていうのはありますか？乗りやすさは良かったと思います。はい、森谷選手、このダママのイメージというのは今年走ってるんですけども、はい、いかがでしょうか？そうですね、しっかり合えば、はい、この足もいい感じに仕上がりますし、はい、レースしやすいレースようかなと思っています。そうするとまずは1走目に向けてはどんな調整を考えてますか？はい、しっかり逃げれるように行き足から、はい、しっかりさせていきたいと思います。そのあたりの特訓、変わらなかったということですが、行き足の方は不安はなさそうですか？そうですね、でも回数を重ねていくうちに行き足がちょっとおかしかったので、はい、その辺修正していけたらいいかなと思います。1号艇です、どう戦いますか？はい、しっかりスタート決めて逃げたいです。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、住之江で石のコールがすごくて感動したので、最後守谷コールで締めくくれるよう頑張ります。見ててください。頑張って。2号艇は長嶋真希選手です。よろしくお願いします。長嶋選手もチャレンジカップ優勝して、リズムとしてはいい感じで来れてますよね。はい、寒くなったんで自分の季節が来ました。はい、じゃあ長嶋選手の季節でも、今年は7回の優勝、振り返っていかがでした？本当に濃い1年でした。そしてモーター抽選ではかなり湧いてましたね、後ろで。そう、みんな多分いいの知らなくて、はい、私も知らなかったんですけど、直前に紙見ておーってなりました。はい、実際にその注目のモーターを引かれておーって感じはありましたか？そうです、そのまま乗って感じは良かったんですけど、はい、欲張って伸びるかなと思ってやったら重さが出ちゃったんで、しっかり調整したいと思いました。何か良かった部分っていうのは感じられましたか？回転の上がりとか、いいエンジンの感じはしました。じゃあ今日の調整というところではどこを考えてますか？そんなに欲張らず、まず自分のいつものスタイルでいけるようにしたいと思います。今日は2号艇です、どう戦いますか？そうですね、レース作れるようにしたいと思います。A、A、M は牧の M でいいんですよね。そういうよかったです。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、みんなの M でもあるんで、最後一緒にコールいいですか？いきます、せーの、 AAM。 全然ちっちゃい。もう一回、せーの、 AAM。 AAM と決めていただきました長嶋真希選手でした。では3号艇、三浦恵美選手です。よろしくお願いいたします。いやー、エリリンという声も飛んでおります。三浦選手、もう8年ぶりに初代女王が帰ってきました。改めてここに立つ思いはいかがですか？そうですね、はい、久々に来れて嬉しいですね。今年の1年というのはどんな1年だったんでしょうか？今年は珍しく優勝回数も重ねて良かったと思います。さて、手にしたモーター、雰囲気の方はいかがでしたか？普通かなっていう感じですね。はい、じゃあ特に何かいいところだったり悪いところもなかったかなと。そうですね、はい、特訓の感じはどうでしたか？特訓もあんまりみんなと変わらないと思いました。そうするとレースに向けてはどんな調整を考えてますか？レースは時間があるんで、ちょっと本体も最近割ってなかったということで、はい、点検がてら見てみたいと思います。3号艇での登場となります。もちろんイメージのある枠だと思いますが、ご自身ではどんなレース、ファンの皆さんに見せたいですか？そうですね、最近3号艇中途半端なレースしてるんで、思い切ったレースができたらいいなと思います。それでは、たくさんのファンの皆さんの声援もありました。メッセージお願いします。一応、三浦の M でもあるんで。4号艇は田口
ひしひしと伝わってきました。それぐらい今年もやるぞっていう気持ちはあるわけですよね。楽しみたいです。はい、いつも通りという気持ちはあると思いますが、改めてここにこの舞台に立つっていうのはどんな思いがありますか？そうですね、まあ立たないと3連覇はないと思ってたんで、はい、立ててほっとしています。はい、さて手にしたモーター、雰囲気はいかがでしたか？進展はそんなに、いい感じではなかったんですけど、まあ、得意ったら行き足は良かったし、はい、一緒ぐらいは行ってたんで、まあ一安心かなというところですね。なんか乗り味だったりとか何か感じた不安っていうのはありましたか？乗り心地に関しては、まあ、エンジンもいいので、力強さはあるなと思いました。じゃあレースまでには調整の方はどんなことを考えてますか？いつも通り、の作業をとりあえず今日はします。玉川も相性いいですもんね。はい、4号艇です。どう戦いますか？4コースから、はい、行きます。それではフォアの皆さんにメッセージをお願いします。はい、本日もしっかり自分のやるべきことをしてやりたいと思います。よろしくお願いいたします。5号艇高田光選手です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。お願いします。ファンの皆さんも待ってましたね。はい、めちゃめちゃ久しぶりです。はい、もうボートに飢えてるっておっしゃってましたけども、はい、充電はバッチリですか？そうですね、はい、ちょっとここ最近レースから離れてトークショーでトークのリズムだけは上がってきてるのではい、でそのトークショーでいろんな人に応援してもらったってことを知れたので、はい、その気持ちを胸に今節頑張りたいなと思ってきました。さてモーターを手にして前検日はどんな調整、はい、どんなパターンを試されたんでしょう？最初はいつもの自分のベースに叩いてみて、で結構いい反応が出てたので、あ、もっといけるかなと思って2パターン目を試してみたんですけど、なんかそれがちょっといまいちだったので、もう一回ちょっとペラー1からやり直したいなと思っているところです。そうすると今日は5号艇で登場となるんですが、はい、その調整、チルトなどなど今はどんな感じなんでしょうね？まあ、チルトはまあゼロベースか、まあ、マイナスに下げるかも一応考えてます。枠的にどんなレース考えていらっしゃいますか？まあ、コースは、まあ、入れたらなと思ってます。コースは入れたなと思ってる、はいはい、モーター的になんか乗り味だったりっていうのはどうなんでしょう？なんか早かったです。あ、そうね、早かったです。ああ早かった、はい、スタートの感じがあったことですか？いや、乗り味スピード、あ、スピードは、はい、本当にいいことですよね。そうですね、はい、でも結構がっつり回転落としてったら、すごい止まってるような体感だったので、まあ、いいとこ探していきたいなと思ってます。それではファンの皆さんにメッセージお願いします。はい、ここまでちょっと不完全燃焼の状態で来てしまったので、最後完全燃焼できるように一生懸命走ります。最後まで諦めないレースするので見ていてください。ありがとうございました。6号艇寺田知恵選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、もう10年連続12回目のこの舞台、改めてファンの皆さんを見て思うことっていうのはありますか？はい、12年も来れた子、自分を褒めてあげたいと思います。とやっぱり若い人たちはもうそろそろいいんじゃないかって多分思ってると思うのでこの辺で頑張ってまだまだ頑張れるっていうところを見せたいと思います。ちゃんとね、寺田選手大好きですっていうカンペのようなメッセージも見せてくださってますよ。そうなんですよ、最近若いファンが増えて超嬉しいです。すみました。さて、手にしたモーター、なんか新しいプロペラだったそうですがペラはピッカピカでした。ピカピカでした。どうでしたか雰囲気は？もう乗る前に叩いたんですけど、まあ、ギアケースも変わってたりしてペラも新ペラだったりするので、全然未知数です。じゃあ今忙しくなりそうな感じですよね今日は。でも時間があるんで、はい、
じゃあ、前傾の走った感じで何か言えることってありますか？ボリアージだったり、その特訓だったりっていうところで。もっとはダメかなって思ってたんですけど、はい、意外とついていけてたので、もう少し、はい、少しでも高田さんの伸びについていけるように頑張りたいです。はい、じゃあもうしっかりとその調整楽しみにしてます。6号艇です。どう戦いますか？はい、もうちょっと高田さんに跳ねてもらって伸びてもらってM 対 T の戦いだと思ってます。 M 対 T、 M 対 T です。今日は M を買うか T を買うかで配当がグーッと変わります。皆さん、皆さんの懐を温める方は T を応援した方がいいと思います。私は T、 はい、 T が多いですね。そう、皆さんの懐を温めれるように頑張るぞ。それでは最後にメッセージお願いします。はい、一生懸命走ります。